皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでいらっしゃいましたか？今日は日本の秋の海を描きたいと思います。日本の象徴は富士山ですので、その富士山もちょっと景色の中に入れようかなと思います。それでは今日は太筆、そして面相筆、そして色はですね、本藍139番、5分12番、そして44番の群録、緑ですね、深い緑です。そして21番の白群、そしていつも使います7番の群青です。最初に太筆にたっぷり、そして今日は汚れますのでティッシュをはがきの下に敷いてください。このようにいたします。で、太筆にたっぷりの群青を含ませます。群青を含ませます。そしてその次はこの群録44番ですね、これを筆で取ります。そしてその次がこの白群21番ですね。この順番でこう色がこういうふうになります、筆に。そしてさらに水をちょっとつけます、筆先に。そしてここからキュッと押さえまして、こういうふうにこうします。ここでひっくり返します。そして同じことを繰り返します。群青、そして本藍106、ここでこういうふうにしておいてください。で、いたしますよ。こういうふうに、はい、ここもきちっと塗り固めておきます。こういうふうになりましたね。そしてこの本藍ね、群青ですね、群青と本藍を混ぜまして、海の向こう、海の向こうにこういうふうに陸が見えるようにいたします。で、ここはちょっと群青で、ここも海ですから、ずっと向こう側の海です。
して、お鈴みとこの薬膏を混ぜまして、富士山の裾野をこういうふうに書きます。関節、雪をかぶってますので、ここがこういうふうににじんでいけばそれでいいと思います。そして水をつけた筆できれいに色を抜いて、ここでこういうふうに水で富士山の頂上まで持っていきます。そして一番上は白色で、こういうふうにいたします。皆さんの想像の景色を、富士山の景色を描いてください。そしてここはみ出てきましたので、しょっしょと撫でてあげるとよろしいかと思います。はい、ちょっと富士山が湖面に映ってるっていう感じになりましたね。そして面相筆で薄く細くこういうふうに形作ってください。きちっとするのではなくて、本当にこういうふうにすればよろしいかと思います。ここでこうなりましたね。もう一度この群青と本藍ですね、本藍とこの群緑ですか、これで最後の波をきちっと描きましょう。ここですね。ここで持ってきまして、こうしてこの続きですね。そしてここで仕上げるって感じです。そして群青ですね、群青とちょっとここ円になっちゃいましたね。円になっちゃいました。混ぜまして、たっぷりつけましたね。このように。そうするとこれで、はじいてお水をたっぷりつけまして、こういうふうに。弾いてあげます。非常に波
波しぶきが高く上がってます。で、白ですね。白に群青を混ぜまして、ちょっと混ぜまして、もう一度こういうふうにしてあげます。よろしいかと思います。このまま自然に乾燥するまで待ちましょう。まだ乾きませんが、字を先に描こうと思い、書こうと思います。で、嵐ですよね。今世界も大変なことになってます。日本もこれからどういうふうになっていくか分かりません。でも嵐が去った後は必ず夜明けが来ます。それで夜明けは近い。夜明けは来る。書かせていただきます。ここに印をします。ポイントになりますね。今日は赤が使われておりませんから。夜明けは近い。そうですね、必ず来ます。信じます。人生そうですね、苦しい時もありましても、必ず努力すればいいことがあります。はい、はい、これで結構です。まだ乾きませんが、このように額に入れてみました。この筆使いはちょっと難しいかもしれませんけれども、いろいろと工夫して挑戦してみてくださいね。それじゃあ次回もお楽しみに。